これは何にも受け付けませんな。PS ボタンをかろうじて。ゲームハブへ移動。どこで保存されてるかな。いやー、こっからか。わかりました。貸し切りかよ。クソ。上に何かあるの？あ、何かあるぜ。それで？え？何それでって。なんか倒れてるよ。シューマイとチンケンのステーキ全部グラス倒れてるよ。信用していいかわからなかったんだろう。俺のことも、頼信が父親を殺したって話も。なのに。分かってたのよ、初めから。それはどういうことだ。役員は全員分かってたの。毒殺されたなんて話、誰一人真に受ける者はいなかったわ。細部の辻褄が合わない。頼信のあれ、なるほど、嘘だってのみんな気づいてたってことね。不明な点でもあった？それならどうして知らないふりを。理由は何だ。今日になって急に両親が痛み始めたか。父は聖人君子ではなかった。私もそこを美化するつもりはない。敵対する者が邪魔になれば容赦なく排除を命じたわ。兄はそんな父が耐えられなかったのよ。でも父は望む結果のために何でもした。サブロー・アラサカが最も大切にしていたもの、それが何かわかる？アラサカ家、血のつながり。そう、家族よ。私はその両親となるよう育てられた。一族の末永い安泰を守り、決して抗わない存在として。頼信は違う育てられ方をしたんだな。父に反旗を翻したとはいえ、兄も荒坂家の一人、私の家族よ。分かってもらえるとは思わない。ただ兄と対立するのは私にとって辛いことだと知ってほしいの。なるほど、腐っても血縁者だ。実の兄と争いたくなかったのは理解できる。だがどうして急に心変わりしたんだ。パレードの時、セキュリティープロトコル違反の警告が出た。そこで疑いが芽生えたの。あなたの隠れ家でその疑いはさらに強まった。襲撃部隊は救出ではなく殺害命令を受けていたから。頼信はあんたを亡き者にしようとした。父は正しかった。兄は家族のことをないがしろにしている。頼信が花子を殺そうとした。私は家族の両親となるよう育てられた。荒坂家は今両親に耳を傾けなければいけない。そのために正義をなす。それでソウルキラーは持ってきた。引き金に指をかけて何も言うな。これ選んでみようか。持ってくるわけないだろう。まだ信用できるかわからないのに。警戒する気持ちはわかる、当然ね。でもその必要はないわ。あなたの命を救うためにここに来たのよ。あなたを巫女島で案内する。現実には存在しない場所だろう。もううんざりだ、行くぞ。帰りたいのか。誰がそんなこと言った。なら邪魔するな、話を聞きたいんだ。ろくなことにならねえぞ。時間がないわ、座って。興味を引くのがうまいじゃないか。話を続けてくれ。兄に。いきなりクソの匂いがプンプンしてきやがった。踏まないように気をつけろよ。自分の犯した過ちを
その身できちんと償わせたいの。どうやら父親の仇を取りたいようだな。私は荒坂社に真実を知らしめたいだけよ。どうするつもりだ。頼信が。花子様、そろそろご自宅にお戻りいただいて。すぐに済むの。突っ込んでろ雑魚。頼信が間もなく役員会議を招集する。私もコンストラクトの排除に協力する。面白い話だった。少し考えさせてくれ。ええ、でも B、 私はパレード以来頼信は警戒してる。何かを勘ぐってるかもしれない。もういい、行こうぜ。大丈夫？ああ、ただ少し鼻血が出ちゃってる。そうそう、加トちゃんペのモーションやめてもらっていいですか。あなたに時間の余裕はないように。決断を急いで、なるべく早くね。ああ、分かってる。落ちるのよ。外の空気に当たれ、今すぐだ。はい、し、大丈夫だな。警告したよな。何するんだ。ああ、いよいよ本番が迫ってきてる。なのにお前は立ってるのもおぼつかない。片や俺は準備万端、体も言うことを聞く。あ、何が言いたいか分かるだろう。分かるさ。だがそんなのお断りだ。俺はまだやれる。現実を見ろ。二次エンドトライジンを使ってハンドルをこの俺に譲れ。みこしまで俺が連れてってやる。どうやってだ。あの高飛車女の助けは借りない。それだけは確かだ。一人じゃ絶対に無理だ。ああ、その通りだ。だからローグを引き入れる。あいつの腕はまだ鈍っちゃいない。貸し回ることだしな。どうだか、半世紀前ならまだしも、今さらこんな危ない話に乗るか。説得してみせるさ。いいから俺たち二人に任しときゃいい。昔やったみたいに荒坂タワーにド派手な勝ち込みをかましてやる。勝ち込み。そして神輿にたどり着く。それしか方法はない。パナム、花子の提案も無視できない。誰の何だって。いい加減にしろ。あれだけ力があるんだ。一番確実かもしれない。ああ、死体になる確実な方法だな。クソコーポ女に惑わされやがって。この件は俺とローグで何とかする。昔みたいにな。パナム、パナム関係なくね今。本当にローグに頼んでうまくいくのか。経験、リソース、人脈と三拍子揃ってる。これ以上の適任者は他にいない。ジョニー、信じろって。タワーに突っ込む。俺とが神輿の入り口を開け。これだ。なんだよ、またおめんねか。もうやばいな。B、 俺は、わ、落ち着け B、 まだ動くなよ。ビク、ビク痛むだろう。意識が朦朧とした状態で来たもんだから、ベータハロペリドールを使ったんだ。何それ。だが感覚過敏があるってことは視神経は損傷してないようだな。頭が。すぐに生体チップの安定化が完了する。
まるで頭に無数のナイフが刺さってるみたいか。俺はどうやってここに。よろめきながら自力で来たんだよ。ミスティが腰を抜かすとこだった。それから診察台にいた患者を押しのけてだな。今すぐ自分を見るよう要求したってとこだ、うん、俺のおかげだってちゃんと言ってやれよ。それは俺じゃないっていうか。分かってる。そこが心配なんだ。ビクター、はっきり言えよ。運命の分かれ目に来たってことだ。ゆっくり体を起こしてみろ。やってみる。少し感覚が戻ってきたようだ。ゆっくりだ。歴史に残る医学の勝利だな。つもりだ。こっちが聞きたい。見たところ長くは持たないぞ。次に発作が起きたらどっかの路地裏でのたれ死ぬのがオチだ。自分の手で解決したいならこれが最後のチャンスだ。分かったな。言われなくても分かってる。俺が遊んでたとでも思ってるのか。毎度ぶっ倒れてるくせによく言う。B、そこのテーブルを見ろ。あれがどうかしたのか。1回分のギジエンドトライジン、ミスティからのプレゼントだ。頭ん中の声に屈したいなら好きにしろ。薬で自分を眠らせ体を明け渡すんだ。そうでなければ自分のやり方で肩をつけるんだな。俺からのプレゼントとして遮断薬も用意した。あのテーブルまで自力で歩け。選ぶのは誰でもないお前さんだ。ん？聞いたろ、最後のチャンスだ。ハンドルを俺に譲れ。エンドトライジン、ローグ、アラサカタワ、通るべき道はそれしかねえ。俺が決めることだ。少し考えたい。脳みそをストレッチしたいってんならせめて外でやったらどうだ。おい B、 声に出てるぞ、うん、声、何のことだ。手遅れになる前に決断しろよ。ああ、分かった。どっちを選ぶにしてもお前が歩けなきゃ始まらねえ。ん？どうしたらいいの？ビク、あんたには感謝してもしきれない。力不足ですまない。さあ行け。もう店じまいだ。薬はやる。やるべきことをやれ、ビ。ありがとう。あんたも頑張れよ。幸運を祈る。ありがとう、ビク。B、 さっき頭の声を聞いちゃったような。すまん、変なのを聞かせちゃったな。いいのよ、状況は分かってるから。辛いでしょうね、あなたたちどちらにとっても。もしここで決めたくなかったらいい場所がある。そうだな、ビクターも俺にうんざりだろうし。腹を立てないで。彼、今日はチャクラが全部閉じてるし、コーヒーを飲みすぎなのよ。それと、俺のオーラが荒れてるんだろう。ええ、その通り。行こう。
特別な場所なのか。前にジャッキーも連れてったの。すぐ近くよ。ジャッキーにもそんな場所が必要だったのか。いいから来て。なんか緑色。あ、その光が緑色なのか。あれ、前行ったことあるのでは。僕最上階よ。彼もそういう暗い顔してた。そこであのジャッキーのことか。壁画を見たような。もうダメだ、俺はおしまいだ。あいつらしくないセリフだな。ずっと昔の話。バレンティーノズに加わったことがお母さんにバレてね。一方にはお母さん、もう一方にはこわもてのギャングたち。どうしていいかわからない板挟み。ああ、辛かったんでしょうね。でも彼は決断を下す勇気を手に入れた。私がここに連れてきた後にね。ここじゃない壁画。ほら、やっぱり外の空気はうまい。見える？こういうイベント発生場所だったのか。一人で考え事をしたいときはいつもここに来るの。そいつは明暗だ。一旦腰を下ろして頭を整理しようぜ。ああ。ありがとう、ミスティ。いい考えだ。それでジャッキーはここで何を決心したんだ。もちろんこの町の伝説になるんだって。じゃあ一人にしてあげるね。ごゆっくり。さっきは本気でビビったぜ。あのまま死んじまうかと思った。俺はまだ生きてる今んとこな。別れを言いたい奴がいたら今のうちに連絡。最悪の事態を考えとけってことか。そうじゃないが、どうことが運んだって危険な賭けだ。もしうまくいかなかったら。とにかく連絡しとけ。話すんなら今しかない。幸い薬は逃げやしねえからな。ああ、パナム、パナムな。あの子はなんだっけ。これちょっと今旅行してる子、名前出てこない。ジュディ、ジュディまたなんか出てくると思ったのに。あ、アスクラックスがわあ。日本の人気ガールズバンド。本国では毎回アリーナを熱狂的ファンで埋めるほどの勢いがあり、現在はアメリカにも進出を果たしている。アスクラックス結成の発端はメディア複合企業 MSM によるメンバー募集だった。 MSM は人気を拡大する AI 製音楽に、AI が作った音楽に対抗するために、カリスマ性、才能、ステージでの存在感を併せ持つ逸材を世界中から募った。その結果選ばれた3人全員がアメリカ生まれの若い女性、日本人女性だったのだ。なんという偶然だろう。ほんまかいな。メンバーは、レッドメナス、ブルームーン、パープルフォースの3人。もちろん本名ではなく、そりゃそうだろう。それぞれのキャラクターを反映した名前が付けられている。レーザーポップの最先端を行く。レーザーポップって何？ジャンルナンポップの。派手なパフォーマンスに加えてファンとの交流で見せる、可愛いらしさで知られている。そのピースやめてほしい。で？あ、いやだからいいよ。パナム、やめとくわ。さよならを言うのは好きじゃない。好きにしろ。ここまでいろんなことがあったな。すべての始まりはあのクソったれなゴミ捨て場だった。その後殺されかけたけどな。まさにそれだ。今の俺は180度変わってお前を助けようとしてる。俺に任せてもいいし、パナムたちノーマッドを頼ってもいい。
あいつらに何かあってもお前が耐えられるならな。あるいは荒坂との取引に乗るか。そうすればお前は魂を売ることになる。俺の中ではこれかこれだな。いや確かにこれはジョニーが言う通り危険すぎる気もするけど、これはこれでやっぱり最初に言われたね、最終的にはジョニーに乗っ取られることになるみたいな。まあでもジョニーを信じてみるか。1回目はお前とローグに任せるよ。一番勝ち目があるのはそれだ。本当にいいんだな。引き返すことはできないぞ。出番だジョニー、お前に任せる。運転席は譲るが、あまり無茶しすぎるなよ。ありがとう B。 心配すんな、やり遂げてやるよ。向こう側でまた会おうぜ。もう